サイヤング祭、ヤング賞はメジャーリーグベースボールの賞の一つ。ナショナルリーグとアメリカンリーグのそれぞれから、その年に最も活躍した投手一人ずつが選出される。通算勝利、通算敗戦、通算先発、通算投球回など数々のメジャー記録を保持している。九死に残る大投手で1955年に指揮をしたサイヤングの名誉を称え、 翌1956年に制定された。最初は両リーグのうちから一人だけが選ばれていたが、1967年から両リーグからそれぞれ一人ずつという現在の形式になった。選出方法は全米野球記者協会所属の記者60人による投票で決まる。記者が1位、票、2位、票、3位、票、4位、票、 5位秒の5種類の票を投票し、その合計獲得点の最も高い選手が受賞者となる。各記者の投票内容は全米野球記者協会の公式サイトで公表される。歴代最多受賞はロジャー・クレメンスの7回。連続受賞記録はグレッグ・マダックスとランディ・ジョンソンの4年連続である。日本プロ野球にもその年の最も優れた投手に贈られる賞として、 沢村栄二賞がある。ただし、サイヤング賞は、リリーフ投手も受賞対象だが、沢村賞は、先発投手限定である。沢村賞は、サイヤング賞を真似て作られた賞とする文献も存在するが、沢村賞が制定されたのは1947年であり、その歴史は、サイヤング賞より古い。反例反例4チームに受賞経験がない。最多は、 ロサンゼルスドジャースの12回一例として、玉木正幸著、プロ野球大辞典には、沢村賞という当主に与えられるタイトルですら、アメリカのサイヤング賞に習ったものだという、誤った記述がある。ありがとうございます。